おこれはね、ロードシューズ的な感覚。おおおお、ブレーキがグッてかかると思うので、次は足に乗ってるっていうイメージ。ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。51歳ですが、51歳になってもこの記録更新できるようにまだまだガチさせていきます。今日はね、高尾山口の駅に来てますね。これから高尾ベースに行ってイベントに参加します。新しいシューズの発表会履かせてもらいます。であと山も走るのかな。すごい楽しみワクワクする。ガチオのランチャンネル。あ、皆さんなんかシュッとしちゃって、変わってないです。お、どうぞ、選手どうぞ。あれ、あ、どうぞ。駅前で、面白いガチオさんだった。あ、どうした、早かったな、大塚さん。え、サブ映画、おめでとうございます。新前線やったりする。僕は関係ないです。今日は、え、練習ですか。自主練で通りかかったら、どうも。あ、そうなんですね。まあまあ忙しそうだな。え、おー、これはね、今日はテストで履かせてもらうシューズですね。軽い、ラグは浅いので、多分スピード出して走るときには向いてそうですね。あー、すごいね、これだね。これも後で履かせてもらいます。取りに行ってると。この色もいいね。ジムが半袖ですか。半袖。一応ね、こんなの詰めたけど。じゃあこれからね、ちょっとサクッと走りに行ってきます。カルさん、花粉症。はい、全部あれやばいっす。鼻目、鼻目。対策は。対策は最近ちょっと始めたんですけど、はい、鼻うがいのやつ。鼻うがいと鼻にこう刺して、こう光線でっていうのをやって今やってるんですけど。それ、え、こ、光線照射するってことですか。レーザー、なんか赤い、なんかこう赤い赤光線みたいなので、なんか粘膜の筋肉を緩めて、固まってなんかこう詰まってるのをほぐすんだって。それやった後に取ると鼻水ブーって渡って出てくる。鼻ヘルパー。あ、え、いくら。あ、ヨドバシカメラ売ってんだ。あ、楽天でも売ってるんだ。安いっすね。5000円5000円ぐらい。鼻ヘルパー、咳症候群、花粉症に効く。へぇ、あ、へぇ、知らなかった。いいじゃないですか、これ。みんなが落ちてるみたいですよ。効果はある、多分。そう、鼻がこうムズムズする。鼻水ダラダラする。出てきた。あ、本当だ。ちょっと最初うってなるんですけど、ぐわーって流れて、そうやって、全然癖がないな、この靴。いい感じです。ロードシューズ的な感覚だね。そんなに厚さがないから、地面の状況がね、ソールから伝わってくる感じですね。で、あんまり滑らないし、グリップもラグは浅いんだけど効いてる感じがします。ショートレースにはこれ向いてるね。突き上げ防止のちょっと硬いプレートが入ってるんですか。入ってるんですけれど、反発的なものではない。あー、カーボンとかそういう意味合いのものではなくて、突き上げの防止の。あー、そうなんですね。足痛くならない、足痛くならない防止の、はい、そういうやつか。だから柔らかいんだ、はい、若干。うまくつくと意外とその
本来の用途ではないプレートがちょっと弾いてくれる感じなんとなく、この辺に大体入ってると思うんで。その前のモデルは、はい、もうカーボンプレート的なイメージ、反発の反発プラスあの降りた時の衝撃吸収、カーボンだと反発強すぎるので降りた時にやや反発があるので柔らかく降りれる設置ができるので足のダメージの軽減ができます。そんなにラグね深くはないんですよね。走る時ってつま先まっすぐ向けてるとあのスピードってあのラグのその引っかかりとかがあまりないので前に転がっていくだけで、ちょっと横に向けたりとかするとこの行った時にブレーキがグッてかかると思うのでそういうのをちょっと利用しながらあの下っていくのがいいんじゃないかなと思ってます。下りをあのまっすぐ降りると、まあ、スピードが出すぎて怖いっていうのがあってちょっとこうやや斜めに降りていくとかそういうような下り方をして、まあ、スピードを落とすとかあとあの足の向きあの下りだとあのスキーの防御っていうのでちょっと内側に向けるとこうグリップが効くのでブレーキがかかると思います。で下りの時にまあこう両足でこんな風にやる人はいないと思うので片足をうまくちょっと横にしてグリップがしっかり足裏全体で効くようにしてあげる。でまっすぐだとこのグリップがかかってる時間が一瞬でつま先だけのここしかグリップがかかってない状態になってしまうのでそれだとスピードがどんどん転がるように出てしまうのでちょっとやや横に向けてあげるとグッと踏み込みやすいっていうところで、まあ、スピードやや落としやすいっていうのがあると思います。設置した位置この設置した位置と重心の位置がずれることによってあのバランスが取りにくいような状態になってしまうので下りの時はこの設置した位置この足とだいたい溝落ちの位置重心の位置が同じような位置になるとバランスが取りやすくなります。これがずれるとここに設置位置があって重心がここにあるとどうやってもこうやって立てない片足では立てないんですけれど設置位置と重心位置が同じところにあれば片足で立てるので逆足が自由になるのでもしこっちの足でもし路面がズルズルだったとしてこう滑ったとしても逆足ですぐにリカバリーができるようになるので、はい片足にすぐ一発で下り乗るようなイメージ。なるほど。毎回毎回でスピードを出したいからといって足を前に出しちゃうとこのズルっていっちゃうような状況になってしまうのでそれを、それにならないようにしていただくので、意識することはもうついた足に乗っける、乗っけるっていうイメージで下っていただくとバランスが取りやすくなると思います。20キロぐらいの、肺がぶっ潰れるやつ。ああ、そういう系ですか。頭に御岳山、登山競争。はい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 、はい、初めてなんですけど、はい、めっちゃ楽しくて。ああ。疲れ切る前に終わるのと、あのスピード感全然違うじゃないですか。うん、もうめっちゃ楽しいと思って。へえ。ロングはもう寝にていいなと思って、はい、走り終わったらそのまま置いて帰れる。ああ、なるほどなるほど。白山湖です。気持ちがいい。まあ、ちょっと花粉が混じってますけど。よし。おお。おお。黒。なんか黒。お、黒。四つあるみたいな。アウトサウルス。ね、そうそうそう。つけた方がね。これはプレートとかは入ってない。プレート入ってないです。はい。厚みを出して、なんだろうこの優しさみたいなのを、あの斜面に対しての優しさみたいな。そうですね。はい。やっぱその分でも重さもどうしてもこのアウトソールとミッドソール出ちゃうんですけど、実はこれくり抜いてるんですよね。この楕円形になるところをくり抜いてるので、あ、軽くしてるため、この分がちょっと最低限接地面積保ちつつ、そういうことか。一応このスペックで軽くなってますっていう。その、はい、なんかクラウド感はそういうことも狙ってんだ。独特な形状は。まあ見た感じのインパクトもあるしね。そうですね。これ個性が出て。引っかかりがね、結構ある。ラグが深いからね。ラ
酪が深いですね。さっきのと全然違う。これ酪の形もさっきのこの一方向に、下に向いてるんで、蹴り出しはすごいスムーズなんです。こっちは本当に、あ、本当だ、不足なアシンメトリーの配置になってるんで。それゴムの硬さって違うんですか？一緒？ここですか？あ、ここはアウトドア一緒ですね。はい。根っこを気にしなくてもいい感じ。海の木大だ。これ関東ふれあいの道の起点ですね。ここが僕がやってる1800キロのぐるっと関東一周する自然歩道の起点です。はい、走ってきました。13キロですね。時間が3時間15分積み重ねた累積標高が550メーターです。いやー、オントレイルのねトリニティいいね。種類の違う2つ入ったんですけど、共に性格が違う。最初のシューズはもう本当にね走りやすいです。あのロードシューズのトレイルシューズって感じ。とにかく走りやすい。で、2足目、これはもう長距離ですね。すごく優しい靴なんで、長い時間履いても足にダメージが残りにくいっていう特徴があります。そんな感じで、これから、サッカーベース踊ってお昼ご飯を食べて、ちょっとシューズの説明があるみたいです。あ、お腹空いたよ。トリニティ AG っていうシューズですね。これをローンチしたのが去年、ちょうど1年ぐらい前の期間なんですね。まあ、今年はこれに加えて今日皆さんテストしていただいた、この FKT ですね。最初に前半戦でスタートして走ってもらった FKT と、あと後半の方で、MAX っていうコクッショニングモデルですね、履いてもらったっていうことです。まあ前に出てるこの3つが今モントレールからの、ラインナップという部分で、展開しているスタイルです。ソールの部分、ちょっと新しいテクノロジーなんですけど、すごくクッショニング性っていう部分も高まっているのを感じましたし、あと、これ多分 50g ぐらいのシューズなんですけど、多分履いて走った時の感覚っていうのは比較的そんな重さは感じないような仕上がりだったになっているんじゃないかなというふうに思います。あとこれ全部共通しているのはナビックフィットって言って、このタブがですね、この下から全部こう繋がってて、基本これそうですね、これですね、基本ステッチこれされてないんですよ。なんでこれを縛ってもらえればここがよりこう締まるような感じのシステムなんで、腰をこう電動でこう締めるような感じのイメージで、ここがちゃんと固定されてると、靴の中で足がこう、シューズの中で足が動きづらい、固定されるので安定しやすいっていう、そういうところがあるシステムをいつも採用しています。あとこっちのラバーの間にこういったチャンネルが溝があるので、ここすごい曲がりやすいポイントになってるんですよ。なんでここがすごく推進力も生みやすいし、実際これ8ミリドロップなんで、なんでフラットではないですから前に行く推進力プラス、このところがマッチングはしてるのかなと思います。楽しませていただきました。お土産で帽子と、トリンクスのマックスをありがとうございます。しっかりと活用させてもらいます。今日は、12キロちょっと走って、最初に FKT っていうスピード系のシューズを履いて、その後このマックスを履いて履き替えてね、楽しませてもらいました。すごく両極端の特徴があるシューズで、このマックスに言って言うとすごい長い距離を走るときに使えるシューズ、FKT はもう本当にショートレースなんかで、ロードシューズに近い感じですよね。ということで、こんなにシューズって作り方で違うんだなということを体感しました。やっぱりね、モントレールって僕一番最初にトレランした時に履いたシューズ、バハダ、そこからお世話になっているので、やっぱりこういう新しいモントレールからシューズが出ると嬉しいです。シューズ選びどうしようかなっていうふうに考えている方は、一つの選択肢として
ありだと思いますのでおすすめします。まあ、こんな感じでね、いろいろとランニング系の情報を配信していきます。今回はイベントに参加した報告でしたけれども、その他レースレポートとかグッズ紹介とか旅ランの様子とかいろいろとこう織り交ぜながら配信していきますので、走るモチベーションが上がる内容を目指していきますから、ぜひともですねチャンネル登録のあとよろしくお願いします。そしていつものお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになります。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。いや今日はね、大塚さんにも会えたし、カロさんにも会えたし、ね、楽しかったです。いやこういうイベントに参加するのもいいね。あとトレランショップをいろいろとこう回ってみたいなってちょっと今日、イベント参加して思いました。あの東京エリアだけじゃなくてもう少し足を伸ばした、まあ、できればね東北とか関西とか、四国とか九州とか、そんな思いになった一日でもありました。